よし、やっぱり小野いいな。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。こんな感じでですね、もしも何かがあった時でもたくましく生きていられるように、知識はさておき、グッズだけ集めてるカズチャンネルでございます。まあね、私形から入るタイプだからね。いやでもね、この斧いいね。何かあった時にね、その何かあった時はよくわかんないんだけど、何かあった時に使えそう。そんで本日はですね、ナイフでございます。私ナイフ自体はですね、よっこいしょっと、はい、こんな感じで、マルチツールナイフを持ってるんですけども、これのナイフだとですね、どうしてもやっぱね弱いらしい。やっぱこの魚さばいたりとかね、果物のね皮めくったりとかね、まあその手そんなぐらいでしか使えないみたいです。ほんでやっぱりですね、このサバイバルな環境に置かれた時に、もっと他のもの削ったりするらしいんですよ。例えばね、こういった木材とか、もちろん今のでも削れるんですけども、やっぱ刃先を痛めることがある。そんなわけでですね、本日もちょっとしたものをご紹介いただきました。というわけで本日はてれーん、ほんで今回のが、モーラナイフというものでございます。ブランドなんでございましょうかね。では早速ちょっとこちら見ていきましょう。今回のこのポイントといてはちょっととりあえず開けようか。まあとにかくですね、よく切れる刃物なので、皆さん扱いにはね、十分注意してください。お、出てまいりましたね。はい、こんな感じでございます。手のところは、ゴム製でございますね。なんか吸着するような感じで、すごい力が入りやすい感じでございます。ギュッギュッギュッってなんかいけそうだね。ほんで今回はですね、こんな感じでケースまでついてきております。一回入れるとどうなるんだろう。あ、カチャっていうロックではないのかな。うん、あ、ロックされるわ。奥まで入れるとカチッと入るような感じでございますね。ほんでスッと抜くタイプか。ほんで今回のこちら、何がいいのかというとスペックでございますよ。こんな感じでございますね。これ刃の厚みが 3.2 ミリということで、かなり丈夫らしい。というわけで早速ちょっとこちら木でも削ってみましょうか。いきますよ、せーの。あ、すごいわ、すごい、この安定感。ほら、ジャリジャリ削れますよこれ。威力が素晴らしい。またね、もうもちろんまだ使い始めっていうことなんですけども、今のをやってもですね、全然刃先がね、まだまだ割れておりません。刃こぼれないですね。またこの斜めのこれもすごいね、研ぎやすそうでございますね。大きくていいよね、ここら辺もね。確かに厚いな、このねマルチツールナイフと比べるとさ。ほら、厚みの違いが全然わかるでしょ。あ、でも結構太いは太いね、こっちもね。2ミリぐらいあるけど、これが 3.5 ミリだからね。やっぱ丈夫さはね、倍以上全然違ってくるんだと思います。一回こっちもちょっとやってみるか。あ、やっぱ、全然違うわ。これ以上いくとなんか、いきそうな感じがする。うん、変な意味じゃなくて、いきそう、これ。それに比べてこっちの方だと、ほら、スイスイ削れておりますね。いやーすごい、安定感がある。なんかこれでなんか木の像でも掘ってみたいな、これな。いつかなんかやりてえな。すんげー削れるわ、楽しいけど、皆さん十分刃の使い方には注意してみてください。はい、ただですね、結構丈夫ではございますけども、バトニングでございますね。こうやって刃を置いて上からね、これでコンコンコンってやる方法はあまりおすすめしないと書いてありましたので、まあ、大切に使いたいのであれば、そちらの使い方はやめた方がいいみたいでございます。あとね、結構今回大雑把なものをカットしましたけども、切れ味はね相当良くて、今回付属してたまあこの紙とかでもですね、スッと、はい、こんな感じでスッと切れますので、うん、本当にね扱いだけは注意してください。それでこちらですね、キギナのお値段なんですけども、約2500円となっておりました。どうなんだろうね、ナイフとして高いか安いかがね、僕よく分かってないんですけども、物はですねすごいいい感じでございます。まあちょっとしたサバイバルっていうかね、非常用グッズとしてこれ置いといてもいいかもしれませんね。バーベキューグッズとしてもバッチリだとは思います。以上、こんな感じでモーラナイフのご紹介でございました。